お待たせしました。もっちチャンネルです。さあ、今回はですね、第328回トイック公開テストの結果見ていきたいと思います。はい。もうネット版になったんで、そう、もうだから紙のね、やつ見なくても、結果は見れるようになったんで、もう全然そっちを見る必要がなくなったっていう感じなんですが、ログインして、23日午前かな。相変わらず、わかりづらいですね。そしてログインが新しくなったというか、パスワード変えてくださいっていうことで、設定が大変でした。はい。あのね、言いたいですけど、トイック運営委員会さん、わかりづらい。もうちょっと、なんか、使いやすくしてくれないですか、このホームページ。はい。どこを押しゃ、パスワード変えられるのかもよくわかんなかったし、苦労したよ。あ、ここクリックすんのか、みたいなね。で、毎回テスト結果をって言って押しても、ログインしなさいになっちゃって、結局ログインしてまたテスト結果を探さなきゃいけないので、非常にわかりづらいので、直してください、運営委員会さん。はい。では、結果。見ます。もう早速出た。はい、7月23日ですね。はい、990点です。はい、満点取ることできました。やった。これで何回目、107ぐらいですか。はい、なりました。はい、そしてデジタルのやつを見て、ビューオールか、全体を見るのにすれば、はい、満見えるのかな。はい、満点でございます。990点です。やったー。ということで、はい、アビリティーズメジャード正答率ですね。正答率最初が、おー、リスニング195100100100100ということで、はい、いやー、1個ミスったか。リスニングはどうだったかな、わかんないのあったかな、覚えてないや。反省会のラジオもう一回聞き直すか。はい、あ、メンバー限定では反省会のやつ見れますんで、あとはメンバー限定であればレベル2からトイック授業、トイック講義見れますんで、はい、そちらもぜひ見てください。続いてリーディングですね。はい、リーディングは、おお、そう、95100970100という感じになってますね。あー、ということで、2問ミスかな、まあ、もしくは1と3で両方関連している問題っていう可能性もあるんですけど、まあ1、2問ミスって感じですね。はい、なるほど。でもまあ満点取ることできたんで良かったなと思います。はい、もう最近トイック難しいですからね。はい、非常にレベルが高くて、いや、もうどうすんだいっていう感じですけども、皆さんは結果どうでしたか。ぜひともね、コメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、また頑張っていきますので応援よろしくお願いします。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちらトイック800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。